来た。チーズ。あ、来た。あ、かわいい。薪ストーブ。こっちだ。あっち来たいの？薪食べたら遊びたい。借りてもらおうかな。すごい。お風呂すごいね。うん、お風呂。お風呂これ5人も入れるんじゃない？見れば、見ればいい。この部屋には、なんと、サウナと、サウナがあります。すごくね。これがいいのよ。だって、こういうとさ、サウナなかなか行けないじゃん。どっちかどっちかが、子供たちを見てきて一人で楽しむってなるけど、あと、寝た後にさ、どちらだった？俺に話しかけなくていいから。まだ暑くないよ。こういう感じでしょ。あ、入るサウナ。暑くないじゃん。あ、もうサウナハット買っとくべきだったな。いや、買わなくていいよ。すごい。めっちゃすごい。77度。サウナ。泳げちゃうんじゃない？泳げない。泳げないか。5人入れるよ。いや、入れないわ。いや、入れる。5人入ったらパンパンになる。大丈夫か？いつも。どう？景色。いい、最高。最高だね。最高だ。最高ボーイ。なぜかね、寝る寝室がいっぱいある。バーあるの。いや、ここだけ、ほら、回遊動線になっております。勧誘できるってサウナ入る。サウナ入る。本当にどこベッドだ。寝室ベッドの扉ですね。だけこんなさ、何個寝室あるの。こんなすごい部屋取ってくれたの。まあ、全部水槽だわ。すごい景色もいいね。テンション上がるね。逆光だ。逆光か。あほい。あーもかい。あー怖い。ほら見てこの姿。ママ子供じゃありません。いや子供たちいるのが可愛いな。絶対ほら私いらないのよ。YouTube 的にはいるか。チーズ。おーすごい。あいいね。すごい。じゃあ飛び箱。飛び箱。食べませんそれは。ここですよ、ここ。ここ、ここ絶対喜ぶよ。ニラベッド。いや、子供好きだよね、ニラベッドね。ニラベッド。すごいね。見て。あ、やっぱさ、壁紙がまたいいんだろうね。家作りしてる。北欧の子供部屋って感じ。ママ、遊びとか行こうか。あ、まずもうお昼食べに行こう。よし。あ、キュキュつけてよ。おいしい。これアリね、アリ。ちょっと空も晴れてきたしね。うん、あー怖いな、転んだ結構痛いぞ。1歳11ヶ月です。もうすぐ2歳です。うわー、もしもしもし、お腹すいた。お腹すいたね。お腹ペナコペコ。はい、ない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 まあどこでもいいよ。ここ無事だよ。抱っこね、はい。どれ食べたい？このラーメンがいい。ラーメンつまんない。海鮮丼もここでも焼き魚もあったよ、さっき見たら。ラーメンがいい。ラーメンがいいぞ。ラーメン？お酒？ワイン行くの？夜ビュッフェだから。軽め、昼軽めの方がいいもんね、もうちょっと遅いから。うん。あーこ。あーじゃー。なんか美味しそう。ミッキーみたいになってる。おー、美味しい。あーし。他のお客さんはいません。あーでー。
ホタテ塩ラーメンとかエビ塩ラーメンとか。こっちだよ。ね、なんかモコモコしてない？こんなはしゃぎ方って。パピー。どうです？こっち。パピー様。おっぴー。どちらもいいよ。アリ探そう。そこはコース外だ。ちょっと待って、ママアリさん乗っかった。本当だ。すごい近距離だけど、まず日焼け止め忘れてたけど濡れないんだよね、うん、君たちとの移動中はね。あ、天気晴れてきたよ。バッシュね、あ、バッシュ、あ、バッシュ、バッシュ来た、うわぁ、バスが好きよね。普通でいいんじゃない。あ、ほんと書いてある、なんかあ、なんか書いてある。押しちゃったよ。滑り台みたいになってる。こういうもの、なんでみんな普通に寝てるんだろう。ずっとなんだ。ママだけなんだ。バス。靴脱いでるからじゃないね。こういう感じでしょ。帰る。ママ、靴脱いでるんだ。なんでみんな落ちないの。ママだから。ママ、見て靴脱いだ。こっちな、靴揃えてね。ママ、靴脱いでも落ちなかった。真ん中だからじゃない。もうくっついてやってみる。あ、ずる、足長いからずる。落ちない。いや、滑ってよ。ずるいな、足長いから。帽子がコロコロどんぐり。帽子転がった。帽子入らない。なんて微笑ましい光景なんでしょう。どんぐりコロコロ。ほしくさヘア。ほしくさヘア。でもやだ。葉っぱ一つ。あ、ちょうど。楽しい。楽しいね。みんな入ろうとすると日陰になっちゃう。見て、もう。あ、いた、うちがいた。いいね。いい景色だよ。なんかの舞台になってそう。かっこいいよ。行きますよ。おいで。必死の抵抗なの。おいで。次の場所行こう。めいめいいるかも。めいめい。へ、めいめい。行く。うん。こんにちは。バーバー。よいしょ。あ、揺らさないでくれ。人間の品格とは。すごい、カニ鉄砲汁。すごい、スタッフさんがね、なんかこまめに連絡してて、なくなってもすぐ補給されてるなって。本当に美味しかったね。おいしい。エビフライもめっちゃ美味しかった。カリッとしてね、めっちゃ美味しい。エビフライカリッとして美味しい。かぼちゃも美味しそうだね。早速始めていきます。生クリームを絞っていきます。そう、頑張れ。興味津々だよね。かわいい国産だね。ね、できたら食べようね。選んでください。どれでもいいよ。すごい。虫さんになってる。
同じシェイクでも全然違う。あ、腹っぱになってきた。どれがいい？この子。お、できたかい？寝ません。明日、雲海です。3時起きなので午前中に早めにお昼寝をさせたい、疲れさせて早く寝かせるっていう完璧な作戦のはずだったんですけど、寝ません。全然寝ません。上の子たちは寝たんですけどね。どこから来るんでしょう、この体力は。子供たちが寝たら夫婦二人でサウナでバチェラートークしようって言ってたんですけど、やめます。におわせ写真。バチェラートークしたかったけどさ、やっぱさ、喋るならさ、本気で喋りたいじゃん。うん、確かに喋れないよ。もう喋れないし。さ、参加者やっぱ人生をかけてさ、本名を晒して、人の前でさ、恋愛をしてるからさ、ちょっと本気で喋って、本気で当てに行きたいじゃない。うちら結構当ててるじゃん、バチェラ。まあね、うん、ネバーの愛ちゃんから始まり、結構当ててるから本気で当てたい。だから本来なら第1話をせめて見てから予想したいんだけど、せっかくねこのトマムっていう機会があったからさ、そこで喋りたかったけど、だってこの画角で私たちのバチラ話っていうだけでもね、別に参加者なわけでもないの。だけど話したいじゃん。だからじゃあ今度話そう、今度別の機会で話そうね。ちょっともう今日は疲労困憊で頭が回らない。ちゃんと語れるときに語ろう。ちょっと体力が今日はね。の課題。